こんにちは。本日は i h e ー r で購入できるノンケミカルな日焼け止め4点などを実際に太陽に12時間あたって比較実験してレビューしますマットヒッピーはビタミン C セラムが人気のブランドでこの日焼け止めはノンケミカルで SPF30 プラス。 紫外線のとの UVA UVB と両方に効果があるブロードスペクトラム、紫外線散乱剤として7日されていない酸化亜鉛が使われているほかにも紫外線への効果が期待されるとされるラズベリーシードオイルやキャロットシードオイルさらにビタミン C も含まれているアロエジュースがベースの日焼け止めです。 バジャーカンパニーのミネラルサンン、ンンスクリーンンーーーナベダです。バジャーカンパニーはかわいい絵の缶に入ったクリームなど赤ちゃんも使える優しい成分のものが多いブランドでこの日焼け止めはノンケミカルで SPF30 紫外線の UVA と UVB の両方に効果があるブロードスペクトラム紫外線産卵剤として ナノ化されていない酸化亜鉛が使われている他にも、ナベンダーオイルやサジーの実のエキスも入ったひまわりオイルとミツロウがベースの日焼け止めです。アンダルーナチュラルのワンサウザンドローズデイリーシェードフェイシャルローションです。アンダルーナチュラルはフルーツ間細胞エキスのスキンケアが豊富なブランドで、 実は今回私がノンケミカルだとてっきり思い込んで購入したのですがこの日焼け止めはノンケミカルではなくケミカル系で SPF18 ブロードスペクトラムケミカル系なので紫外線吸収剤が3種類含まれていて他にはバラの幹細胞エキスなども入ったアロイジュースがベースの日焼け止めです。 そしてこちらはアイハーブではないのですが日本のインターネット通販で購入しているブルークレールの UV ラグジュブルークレールは成分にこだわった日本のオーガニックコスメのブランドでこの日焼け止めは s p f 2 3 p a プラス紫外線散乱剤としてナノ日されていない酸化チタンと酸化亜鉛を 植物由来成分でコーティングしたものを使っており合成界面活性剤合成保存料合成ポリマーなどを一切使っていない一方でセラミドヒアルロン酸ビタミン C 植物エキスなども入った湧き水やほほばオイルがベースの日焼け止めですアイハーブマニアの私ですが顔用の日焼け止めは8年間浮きせずこちらをずっと使っています 顔用としてはブルークレールさんが圧勝なのですが体にたくさん使うにはちょっとお財布が痛いのでもう少しお手頃価格で使い心地も良く成分も比較的安心な日焼け止めを見つけたいと今回はこの4種類を両腕を4等分してつけて太陽に12時間当たってみます上からブルークレールマットヒッピーアンダルーナチュラル バジャーカンパニーです。バジャー・ーカンパニーはたくさん出しすぎてしまいましたが半分顔につけて撮影を続けますバジャーカンパニーはとてもこってりと濃厚で何時間たってもオイル感が残り白くペタペタします成分はシンプルで良いですが少なくともメイク前の顔用には 使うのが難しいと感じました。でも、このアナクマさんがやっぱり可愛いんです。アンダルーナチュラルは、さすがキミカルといった感じで、ベッドつかず、白浮きもしないので、使い心地は良いです。ただ、個人的には、紫外線吸収剤が肌から吸収されるとされる、経費吸収が気になるので、顔には避けたいと感じます。 マットヒッピーはやや白さは感じますがベトつきはそこまで気にならないので薄く塗れば顔にも使えると思いました注意点は保湿していない肌に多めに塗ると乾燥小じわに入り込んでしまうので塗る前の保湿が大事ですブルークレールは白浮きもないしベトつかないし やはりううはり、顔用にこれが不動のマイベストです。4種類のうちバジャー以外の3種類は石鹸一1度洗いでだいたい落とせた感じはしましたが軽く石鹸二2度洗いした方がよりすっきりしました今回は左腕にブルークレールとマットヒッピーを半分ずつ。 右腕にアンダルーナチュラルとバジャーを半分ずつ塗って、薄手の長袖を着た状態で、ゴールデンウィーク中から数日間かけて12時間太陽に当たりました。おはようございます。5月16日の朝です。太陽に12時間当たった結果発表です。 一つだけ日焼けが目立っているのがあって、バジャーカンパニーです。カメラだと分かりにくくて申し訳ありませんが、肉眼だとポッキー状態がよくわかります。後の3種類は、やはり多少日焼けはしていますが、差はほとんどなくて、あえて言うなら日焼けしていない順に、マットヒッピー、 ブルークレールアンダルル、ナチュラルでしょうか。今回の実験を踏まえて私なりの使い方としては白浮きのない仕上がりとベタつかなさ成分も重視したい顔にはやはりお値段はしますが成分も仕上がりもテクスチャも最高なブルークレール顔と同じく人目に触れるけれど 肌色はつけたくない首やデコルテにはマットヒッピー服や物に触れるのでサラサラ感も欲しい腕にはノンケミカルのマットヒッピーをメインに使ってさらにアムリターラさんのパウダーを重ねるとバッチリサラサラになりますアムリターラのオールライドサンスクリーンパウダーです ノンケミカルで SPF38PA3 プラス紫外線散乱剤として天然ミネラルの酸化セリウムを使っておりオーガニックのローズマリーや甘夏の成分も入っています私は顔用のサンスクリーンパウダーとしては肌色がつくタイプのブルークレールと MIMC のものをシルクパウダーに混ぜて使っているのですが このアムリターラのものは、やはり白さは気になりますが、成分とサラサラの使い心地が気に入っていて、体用として使っています。また、スーツなど白い汚れを絶対つけたくない服の日には、ベタつかず白浮きもしないケミカルのアンダルーナチュラル、そしてバジャーカンパニーの使い道は、 正直悩ましいところもあるのですがオイリーなどでとてもうるおって水にも強いウォータープルーフなのでウォーキングの時のハンドクリームとしてこの1本は使おうと思います。本日もごご覧いいたた。だきありがとうございました